那覇空港から約10分、那覇バスターミナルから徒歩2分、モノレール旭橋駅は目の前という立地なので、いつもユイレールを利用するのですが、今日は車を利用してこのホテルにやってきました。ホテル裏手の方に平面駐車場、200台止められる駐車場、平面以外にこの目の前にある5、6階も止められるそうです。10階も利用してはった。すごい。10階すごいね。すごいね。このホテルを利用して10回目ということで、スタッフの皆さんからメッセージカードをいただきました。シリはシャンプーやったりな、ちゃんとしたボトル。シリ2個あるね。こっちの、このこれを置いてて、で、そっちの浴槽の方にもポンプ式の。ダブルツリーバイヒルトン那覇の動画は過去の動画にも上げていますので、他の動画見ていない方はぜひそちらの方も見てみてください。今回もウェルカムドリンクはペットボトルでいただきました。パインジュースとグアバジュースを選びました。ダブルツリーに来るともらえるクッキーも楽しみにしていただきました。いつも置いてあるものが一つ、この部屋に足りないものがありました。ここアイロンあるけどアイロン台ないよね。朝食以外の時間はワーケーションラウンジになっていました。おはようございます。おはようございます。お部屋の引き続きにありがとうございます。ご主人をいたしますので、こちらまで失礼します。大丈夫です。ありがとう。はい。私大丈夫です。
また次も美味しいものを食べに行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。